渓谷に到着。特別なお客様をご案内。大丈夫、二人とも、いい加減気を確かに持ちましょうよ。ごめん、あまりにも規模が大きすぎるから。だよねー、そりゃあこんな規模の建物、地球じゃ無理だよねー。まあ、私たちも最初は驚いたけど暮らしてたから慣れてたわ。そうね、というより建物に驚く時間より仕事してる時間の方が多いからね。あ、付き人たちはそっちの広いところでゆっくりしてて。かしこまりました、クソ月下様の話は置いといて、ろか様からおとなしくしろと言われておりますので。ママはクソじゃないもん、すごくいいママだもん。まあまあ、月下様とレディさんには因縁があるのはわかりますけど。確か、世界大革命王地震異変、で一悶着あったんだよね。せっかく私が世界を壊そうとしたのに。いまいましいリバイアさんとクソ月下が邪魔するから。レディ、見た目と態度は立派な侍女なのに。まあ、いろいろあったからね。無理もないわ。トラも久しぶりね、私の大事な妹をよろしくね。月下様。お久しゅうございます。月下様に会えたこと、すごくすごーく、光栄に思います。ありがとう、ゆっくりしてね。みんな懐かしいわね。この感じ神聖女学院時代を思い出すわ。近くで見ると本当月下お姉ちゃんに似てるね。双子だからねー。でも、大花ちゃんの方が、おしとやかで、優しいよ。へえ、ママよりも、そういえばママって月下お姉ちゃんのことだよね。うん、だって私のママだからママだもん。あれー、かわいいわねー。月下お姉ちゃんメロメロだね。ねえねえ、因縁があるのはわかるけど一応普通に呼んでよ。今日くらいはさ、ろか様が言うのなら仕方ありませんね。では明日からはクソに戻します。そういう問題なの。でもレディさんってすごく綺麗だね。何か秘訣とかあるのかな。ないわね。強いて言うなら愛かしら。私はろか様を愛しています。だからろか様から他のクズに愛情が向くと嫉妬で狂いそうになります。ですが私も大魔人の一角、振り向いてもらえないのなら、まずは振り向いてもらえるように改善するまでです。すごいまとも。ちなみにそれでも振り向いてくれなかったら、やむを得ないので殺しますね。ろか様の肉片をお守りにしてもいいですね。素敵です。全然絶対、やばいわこの大魔人。あなたがバラスケさんだね。同じ年同士仲良くしようね。わあ、似てる？さすが双子。今似てるって思ってたでしょ。うん、でも聞いてたより怖くないね。怖くなるのは男に対してだけだから大丈夫だよ。不寛容無言い方しないでよ。普通に接してくるなら無礼はしないわよ。でも切るんでしょ。切る？気にしないで、大花が大げさに言ってるだけだから。そうなんだね。あはは、やっぱりちょっと怖い人なのかも。ママー、ラッサーもうアイレッタラー、甘えん坊だねー。我慢しろ、あの憎きクソ月下を今この場で惨殺したいこの気持ちを抑えるのよ。ねえ、別に謝るつもりはないけどいい加減仲直りしましょうよ。何のことでしょう。私はろか様から今日は我慢しろと言われてるので怒っていませんが、明日になったら怒ってるんでしょう。それをやめてって言ってるんだよ。ママ、この人と何かあったの？まあいろいろあってね、リアとセット一緒に退治したのよ。憎い、覚えてろ、次こそは。すっごい殺意とぞう。これは懲りてないわね。レディ、月下面に殺意なんか向けてなんかないよね。もちろんです、ろか様はご冗談が達者なのですから。このこそは熊。月下姉はいいよなぁ。私もあんなノーデリカシーな略子より白ちゃんみたいな声優が良かったなぁ。そんなことないよ。略子くんは、戦闘面ですごく、優秀だよ。でも白ちゃんは言うじゃん、すごくかっこいいじゃん。略子なんて言ったら猫だよ。ズーズーしい猫。でも嫌いじゃないんだよね。まあね、悪友って感じかな。だから忠誠なんてみじんもないよ。私は、ロカちゃんと略子くんはいいペアだと思うよ。相性いいと思うな。私も白ちゃんと月下姉はいいペアだと思うよ。戦闘になると互いに気性が荒くなるし。なのに戦闘以外だと普通というかちょっと抜けてるしね。褒められてるのかな？ごめん。大花最近どう？元気にやってる。うん、みんな元気だよ。最近ご飯を作れるようになってきたんだよ。あら、いいわねー。誰から教えてもらったの？サーバっていう私の魔女仲間だよ。すごく料理とか上手なんだ。今度時間があったら帰ってきてよ。私のご飯を振る舞うから、フルコースだよ。そうね、なら時間がある時に大花の家に行くわ。お土産期待しといて。やったー。うん、すごくほのぼのした会話、落ち着くなー。
そうそう、他の惑星はね、弱い奴も侮れないの。そもそも地球の法則とはまた違った空間だから、まずはそこに慣れないと殺しにもいけないわ。何それ、すっごく面白そう。しかも無法地帯なんだよね。いいストレス発散になるわよ。相手は罪人だったり生物だったりだからね。今度私も呼んでよ。暴れたい、力を乱発したい。このたまりに溜まったフラストレーションをこう、ババーンって。いいわね、暇ならいつでも電話してきなさい。迎えに行ってあげるわよ。よっしゃー、ぶっ放すぞー。組織は殺伐としてるね。同じ姉妹なのに。ママの悪口言う人だ。お気を悪くしないでくださいね。精霊族とケット神族か。もう一人は竜族。ロカ様の姉妹はどうも珍しい種族を配下に置いている。他の竜族なら別に心配ないわね。そういえばロカちゃんのこと好きなんですか。愛してます。ロカ様とは知り合いですか。はい、学生時代の後輩ですごく仲良くしてもらってました。仲良く、羨ましいわね。一緒に家に帰ったりとか連絡とか取り合ってたから、こうやって学校外でも付き合いがあるのは正直すごく嬉しいです。一緒に帰る。では、こいつ、ロカ様から愛情を。何ですか、自慢ですか、満足ですか。違うよ、私が言うことじゃないと思うけど、ロカちゃんは大事な友達だから、レディさんによろしくお願いしますって言いたくて。そういうことね、早とちりしちゃったわ。お任せください、尽くしますので。本当だよ、仲良くしようよ。そうね、結果に恨みはあってもあなたにはないからね。仲良くしましょう。どこかずれてる。ロカ、種族的に仕方ないけど、もうちょっとしつけなさいよ。ヒヤヒヤするわよ。無理無理、むしろ一番忠実だからいい子だと思うけどね。大川トラさんたちに迷惑かけすぎないようにするのよ。でも月下お姉ちゃんの従属っていいよね。精霊族と獣族と竜族でしょ。自慢の従属だわ。月下姉にも確かちゃんとした従属がいるんだよね。そうね、かなでさんと暴走ロリかな。白は知っての通りだけどね。みんな大事にしてね、せっかく一緒にいてくれるんだから。そうね、これからも仲良くするわ。ほらまだ時間があるし、女子会しましょう。よっしゃー、話そう話そう。そういえば今日はみんな遊びに来てたんだっけ。後で顔だけでも出しとこうかな。ダルジ、起きないと死んじゃうよ。ふふ、ありだよ、ダルジー。むむ、やりおるなー。遅いし、全然威力なし。これじゃあ切れるものも切れないわ。しかもこれも下等だし。あのねー、ナチュラルに暗殺はやめろって、耳。気安く撫でないでよ、ダルジ。相変わらず生意気だな、耳は。鼻ぶてちゃんなだけだと思うけど。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。